着物、侍、浮世絵。日本の文化といって思い浮かぶものはいろいろあります。親と子のギャラリー、まるごと体験日本の文化は、東京国立博物館のコレクションから、漆、鎧、着物、浮世絵の4つをテーマに取り上げた参加型の展示です。デジタルコンテンツや塗り絵など、日本文化をまるごと体験できる仕掛けがたくさん。日本文化のさまざまな魅力をぎゅっと詰め込みました。東京国立博物館にある日本の文化財には、光や熱、湿度に弱い作品が多いため、展示室の明るさや展示する日数に制限があります。体験型展示の会場には、本物の文化財は置いていません。明るい会場で、いつでもじっくり見て体験していただけるよう、複製品やデジタルコンテンツで構成されています。それでは順にご紹介しましょう。まずは漆のコーナー。漆は日本では縄文時代から用いられてきた自然の素材です。漆を接着剤のように使って金属の粉を巻きつける巻き絵のほか、金属や貝殻の薄い板を貼り付けるなど、様々なテクニックで器にデザインを表します。会場ではタブレット端末の操作によって巻絵のテクニックを体験できます。また、当館所蔵の国宝八橋巻絵螺鈿硯箱をお手本に模様を配置し、自分だけの硯箱をデザインできます。デザインした硯箱はバーチャル展示ケースに飾られます。I was also very impressed with the technology that you used to create. I could make a national art treasure with the lacquerware, and it was really fun. I could just touch, and that would do everything for me. オリジナル硯箱の画像データは、お客様のスマートフォンなどの端末に保存することができるほか、会期中の土日祝日は、ペーパークラフト型紙を印刷してお渡しするサービスも実施。ご自分のデザインした硯箱のミニチュアをペーパークラフトで作るというものです。海が見えて、葉っぱがあって、それで木があって、花が咲いて、花びらが落ちてるようにポイントをつけました。なかなかこの漆の工程とかを自分たちが教えることも教える機会もないので、いい機会だったし、合わせて本物が見れてよかった。本当になかなかない機会でよかったと思います。綺麗だった。筆とか入れて大事に使ってた。二つ目は鎧のコーナーです。日本の鎧は武士が合戦の時に着て身を守るだけではなく、自分の活躍をアピールするために革や鉄、紐など様々な材料を使って力強く、そして美しく作られています。会場では現代に作られた鎧をガラスケース越しではなく、間近でじっくり見ることができます。鎧のパーツに触れることができるハンズオンコーナーも用意しました。近づいてよく見たり、触ってみると、いろいろな大きさや形の部品をたくさん組み合わせており、体をしっかり守りつつ動きやすい、日本の鎧の特徴がよくわかります。どうやって着たのだろう？着たらどんな感じなんだろう？そんな疑問にお答えするために、各パーツの解説をしながら鎧を着用している動画もご覧いただけます。いや、思ったより重かったんで、実際あれかぶって戦はできないですよね。ムチ打ちになっちゃうのかなっていうぐらい重かったですね。それが意外でした。すごいかっこよかった。
自分も着てみたいなと思った。三つ目は着物。その原型は、かつて小袖と呼ばれていた袖口の空きの小さい衣服です。小袖は染めの技や刺繍や金箔で美しい模様を表すなど、さまざまな方法で飾られました。会場では現代に複製した着物を飾り、間近でご覧いただきました。小袖のデザインは時代に合わせて流行が移り変わっていきます。江戸時代の17世紀後半には、ひいな型と呼ばれる今でいうファッション雑誌が初めて刊行され、以後200種類以上ものひいな型本が出回りました。現代の私たちがSNS などでトレンドをチェックしておしゃれのお手本にするように、江戸の人々もひいな型を参考に着物のおしゃれを楽しんでいたのです。今回はひいな型の塗り絵をご用意しました。このデザインならどんな色合いがいいかなと考えながら、思い思いに色を塗って楽しんでいただけます。 I think the interesting part of comparing what I saw downstairs and hereis you get a really good sense of how difficult and how much detail goes into creating each of these、pieces of art. And I really have a much more respect for those artists and how much time and effort they put into creating these. 最後のコーナーは、江戸時代の人々の姿や世の中の様子を描いた浮世絵です。江戸時代の初めには絵師本人が描いた一点ものの肉筆画でしたが、その後同じ絵をたくさん印刷できる版画の浮世絵が生み出され、さらに何色もの版を重ねて豊かな色合いを表現できる多色刷りの錦絵が誕生しました。会場では多色刷りの浮世絵版画のできるまでを工程模型で知ることができます。刷りの仕組みを知った後はスタンプで体験していただけます。体験素晴らしいですね。ウェブページで体験できるっていうのを知っては来たんですけれども、あんな風にいろいろこの子の年齢でもスタンプさせてもらったりとかできるって思ってなかったので、すごい楽しかったです。また目の不自由なお客様にも楽しんでいただけるように、展示入りのブックレットと触って使えるボードをご用意しました。さらに浮世絵版画の伝統的な技術を現代に伝えている摺師の方に実演をしていただきました。この模様は後日東京国立博物館の公式 YouTube チャンネルにて配信をしました。いかがでしたか？コロナ禍という特殊な状況でありながらも、安全に配慮しながら多くのお客様に楽しんでいただきました。多分子どもにとってはすごく大事なこと、単にこう博物館のものを見るだけっていう手を動かして、なんかやって身につくっていうことの方がすごくいいんだなって、はたから見てて、子どもを見ててそう思いますよね。どういうプロセスでこう作られてるっていうのが、本当に身近に体験できるものだったので、改めてこう完成されてる作品見る目っていうのも、体験した後に見るっていうのも、とても別の角度からも見れるっていう楽しさがあります。東京に立ち寄ることがある海外の方とかには、やはり英語だけじゃなくていろんな言語で説明されているので、本当に楽しんでいただけると思います。この企画をきっかけに日本文化の魅力や楽しさに触れていただければ嬉しく思います。